8代目新之助のサイン、市川團十郎。新之助のサイン、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2022年10月23日から数回にわたり襲名に向けてのサインの練習についてアメブロを更新。團十郎さんは練習というタイトルでサインの練習、私も久しぶりに新之助書きました、こんな感じだったよと勸玄君にお手本を書いたことを綴った。また11月1日には第1号を土佐というタイトルで麗華が、私の13代目市川團十郎白猿のサインと8代目市川新之助のサインの第1号が欲しいと、用意してます喜んでと綴り、麗華さんに第1号のサインを捧げたことを報告した。ブログ読者からは一番嬉しい、唯一無二の贈り物ですね、素晴らしいです、麗華ちゃんはお二人の一番のファン。麗華ちゃんにっこり記念になりましたね、ほっこりしましたなどのコメントが寄せられている。お姉ちゃまへ、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。